ヒアボロス教団は世界規模の超巨大組織だったらしい。へえ、すごいね。彼女たちは大人になったのだ。まあ仕方ないよね。前世でもそうだった。何も変わらない。15歳になった僕が入学したのは姉さんと同じ。 La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. 国内外から将来有望な生徒が集うモブ A の僕なんかも入れてしまう。ああ、扱いは文字通りモブそのものなんだけど。急げって待ってよ。俺らも上の連中みたいに崖の中の寮に入れてくれりゃいいのによ。僕は順調にモブ生徒として馴染んでいた。プレミオノベルとプレミオノベル、学園のアイドルに告白してこっぴどく振られること。そして告白相手は学園の女神よ。興味ないわ。告白の仕方は夜なべして考えてきたんだ。好きです。ロディホ、ロディホ、付き合ってください。わかりました。あなたのような方を待っていたの。あ、はい。なんでラブコメ主人公ルートに入ってんだよ。 Entonces yo soy tu maestro。 ほら、あれが嘘。普通すぎ。おかしくない？お前にアレクシア王女と付き合えるだけのスペックはない。俺ですら怪しいレベルだぜ。なんか裏がありそうで怖いな。あわよくばいい思いができるかもしれないぜ。ご一緒してもいいかしら。へえ、さすが王族、やたら多いね。本当はもう少し下のコースでもいいんだけど。あ、そっちも。これもなかなか。どうだ、幻滅しただろ。だ、午後の実技は王と武神流だったわね。一緒に受けようと思って。私の推薦で第一部に席を空けてもらったか。今日から新しい仲間が入った。さすが一部、顧問のゼノン先生はこの国の剣術師なんだし。知っての通り、ここで学ぶ王と武神流はいわばシド君と同じ新顔だ。初めは風当たりが強かったが。つまり力さえあれば周囲の好奇の目線など跳ね返すことができる。君の力はどれほどかな。はじめは僕に合わせているのかと思ったけど、そういえば授業の前も僕のストレッチを真似してたし。ソスペチョーソ。基本に忠実、無駄が排除され研ぎ澄まされた剣。大きく劣るというのが彼女への世間の評判だけど、一歩一歩基礎を積み上げてきた証なんだ。よし、今日の授業はこれまでだ。自分を見ているようだわ。彼と付き合うことに決めたの、ゼノン先生。まだ公にこそなってないが、私たちの婚約。なるほど、状況は理解したけど。つまり君はゼノン先生と婚約するのが嫌で当て馬が欲しかったんだろう。ええ、そうよ。悪いけどこれ以上目立ちたくないし。罰ゲームで告白してきたシド影の君。ひどいわね、乙女の純情をもてあそぶなんて。あら、大丈夫？顔が盛大に引きつってるけど。君よりマシだけどね。何か言ったかしら。いや、別。期限はあの男が諦めるまで。分かってるわ、時間が稼げればいいの。嫌な予感しかしないな。僕が金になびく男に見えるとでも。その通りだ。このチャンスを逃す手は。いい子ね、ポッチ。やりも、ほーら、取ってこい。こうして僕はアレクシアとの恋人関係を続行することにした。ったく、俺も狙ってたのによ。幸いにもみんなはアレクシアに恋人ができたことに注目し。少し剣がうまいからっていい気になって。¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo. あのうさんくさい顔、
ポチも見たでしょ。アレクシアはさすがにみんなの前では自重しているが、反論など時間の無駄。王女の君なら並ばなくても顔パスなんじゃない。でも目的はアイスを食べることじゃなく。でも結局ゼノン先生の何が嫌なの。結婚相手としてはかなり有料物件だと思うけど。面らしい。地位も名誉も金もあって。そんなのいくらでも取り繕えるわ、私みたいに。説得力のある言葉だ。何か言った？ならどこで判断するの？欠点よ。だから欠点ばかりでろくに美点のない平凡なあなたのこと。Repámpanos tiene usted una opinión super válida。ありがとう。僕には褒め言葉だ。もしいたとすれば、それは大嘘つきか頭がおかしいのかどちらかよ。どういたしまして、欠点まみれのポッチ。今日そんなこんなで2週間、特に進展のないまま。僕不思議ね、あなたの件。それ以外は何もないのに、なぜか目を奪われる。白服のたわごとだよ。そんな顔する必要はない。だから私なりに考えて強くなろうとした。私の剣が何て呼ばれてるか知ってるでしょ。でもあなたも私と同じ凡人の剣。残念とは思わないよ。僕は君の剣が好きだし。同じことを前に言われたことがあるわ。武神祭の試合で私が無様に負けた時、あの人に私の気持ちなんてわからないでしょうね。どれだけ惨めだったか。僕は適当な人間でね。Creo que no estás entendiendo el mensaje. もし世界の裏側で不幸な事件が起きて100万人死んで、他の人にとってはくだらないことかもしれないけど、だから僕は君の剣が好きだよ。その言葉に何の意味があるの。自分が好きなものを他人に否定されると腹が立つ。 Entiendes, verdad? Temo que no. そう。さようなら。余計な往復もこれで終わりかな。シド君、いい加減機嫌直してくださいよ。どこまで行ってんだよ。何が。2週間くらい付き合ったんだから、ちょっとくらいあるだろうよ。La realidad con frecuencia es decepcionante。何もないよ。俺だったらもう最後までやってやるぜ。ですね。どうぞ。実はアレクシア王女が昨日から寮に戻っていない。話を聞かせてもらいたい。僕は悟った。これ赤いやつだ。 Eso es todo por hoy amigos. Aquí les dejo los comentarios del video anterior.